では、生物の分類について、簡単にポイントを整理していきます。まず、植物の分類ですが、植物の分類については、あんまりよくわかっていないので、ざっくり見ていけば OK です。苔植物には異観測がありません。シダ植物と種子植物には異観測があります。種子植物の中で脂肪を持つものを皮脂植物と言います。 これらの苔植物、シダ植物、種子植物を陸上植物と言って、高校では陸上植物を植物とみなしています。この植物たちは、シャジクモ類という生物から進化してきたと考えられています。では次に動物の分類について見ていきましょう。この表にあるのが簡単なポイントです。 まずは海面動物について見ていきましょう。海面動物はエリ細胞という細胞を持ちます。エリ細胞はエリベンモーチューっていう生物とそっくりです。これは動物がエリベンモーチューから進化してきた証拠と考えられています。また、海面動物は無胚陽性です。神経系などの組織や器官がほとんど分化しません。 すごい単純な体って覚えとこう。回廊洞窟やホッスガイが海面動物に含まれます。回廊洞窟っていう言葉は、これは生物学の中じゃなくて一般に、こう、夫婦が同じ家でね、えー、年を取っていく、ね、仲良く年を取っていくっていう意味で使われます。回廊洞窟という海面動物の中には、2匹のエビが仲良く暮らしている場合があるんですね。 回路を同結の誓いなんて言葉は結婚式のスピーチでも使われることがあります。夫婦仲良くって意味があるんですね。ホスガイはもうイケメンナイスガイっていう語呂合わせで覚えちゃおう。イケメンで海面動物。ナイスガイでホスガイ。続いて四方動物見ていきましょう。四方動物は二採用性です。 ヒドラ、ミズクラゲ、イソギンチャク、サンゴなどが四方動物に含まれます。刺しそうってイメージを持っておこう。クラゲなんか刺すイメージあるよね。四方という構造を持っていて、その構造を使って獲物や外敵を麻痺させます。次に三排葉性の動物を見ていこう。急行動物と進行動物があります。急行動物っていうのは原稿が口になる動物たち。 進行動物っていうのは、原稿が肛門になる動物たちです。これは詳しく知る必要がないけど、ウニの発生を表しているスライドです。ウニって受精卵から発生が始まっていって、まず細胞数が増える。で、細胞数が増えながら、だんだんビーチボールみたいな形になる。で、そのビーチボールの下の方からくぼんでいくイメージ。この くぼんでいくところを原稿と言うんだ。やがてくぼみは進行して、ね、えー、反対側とくっつく。で、動物って口と肛門ができる。二つの穴が開く。ウニの場合は原稿側に肛門ができる。で、それとは反対側に口ができる。こういう原稿が肛門になる動物を進行動物って言うんだ。 一方、急行動物は、原稿が肛門ではなく口になる。では、急行動物の寒輪動物というグループから見ていこう。触手が冠のように並んだ構造を持つものなどが含まれることから、寒輪動物っていう名前がつきました。まず、扁平な体を持つ変形動物、プラナリアなどが含まれます。 続いて、ワムシが属する輪形動物。読み方は違うけど、輪形の輪は、ワムシの輪って覚えちゃおう。覚えなくていいけど、輪毛器っていうところが動いて、まるで車輪が回っているように見えます。続いて、軟体動物。軟体動物は、柔らかい体を持ちます。また、外套膜という構造を持ちます。外套膜は頭、外套。 マントのように内臓を覆っていて、ここから貝殻も分泌します。イカやタコ、ハマグリなどの貝が軟体動物の例です。イカとかタコと貝が同じグループかーってちょっと覚えにくい子は、オウムガイという軟体動物を見ておくと、あ、なんかイカとかタコと貝って近い仲間な気がするなーって、ね、感じるかもしれない。続いて関係動物。 関係動物にはミミズや誤解などが属します。誤解はあなたとの関係は誤解ですっていう語呂合わせで覚えちゃおう。続いて、急行動物の脱皮動物について見ていきましょう。脱皮動物には線形動物と接足動物が含まれます。せっせと脱皮するって覚えちゃおう。せっせ、線形と接足。ちなみに、 今まで見てきた動物の分類は、これは延基配列に基づいた分類であって、決して脱皮動物というからといって、脱皮する動物を全部ここに分類しているっていうわけではないことに注意してください。あくまでも延基配列に基づいて分類して、ね、その結果、脱皮する動物がそこに含まれていたから、脱皮動物っていう名前をつけたんだ。例えば、ヘビは脱皮するけど、ヘビは進行動物の脊椎動物ね。 まず、線形動物。線形動物は線柱を覚えておこう。線形動物の線は線柱の線って覚えちゃおう。続いて、節足動物。昆虫、蜘蛛、ムカデ、エビ、カニ、フジツボ、カメノテ、ミジンコなどが節足動物に属します。節足動物は地球上で最も栄えているグループと言ってもよい。 現在までものすごい種類が発見されています。不審のある足が特徴的です。また、外骨格を持ちます。確かに、カブトムシなんか想像すると、体の外側が鎧で覆われているようだよね。続いて、進行動物について見ていきましょう。まず、極秘動物、ご奉者、総称の体が特徴です。 ウニやヒトデ、ナマコが極秘動物に属します。水管系という特有の構造を持っていて、その一部である観測を使って移動したりします。ちなみに、極秘動物の極の字はトゲとも読みます。まさにウニなんかトゲトゲってイメージあるよね。続いて原作動物、ホヤなどが原作動物に属します。 原作動物って、脊椎動物にとっても近いグループです。ホヤを見たことがある人はね、え、ホヤが脊椎動物に近いわけねえだろって思うかもしれないけど、ホヤの妖精はオタマジャクシ型だからね、脊椎動物にそっくりだ。最後は脊椎動物。脊椎動物の特徴は、脊椎を持つということです。みんな脊椎動物いっぱい知ってるよね。まあ、人とかカエルとかね、書き出したらキリがないですよね。 カエル化現象なんて言葉が昔流行ったけどね。そりゃ人がカエルに見えて当然ね。人とカエルは同じ脊椎動物でめちゃくちゃ似てるからね。では、お疲れ様でした。もう一回復習してみてください。